りちゃんまと申します。毎度、おおきにさて皆さん、WhatsApp というサイトをご存知でしょうか。このサイトです。セレナ多いんですよ。なので今回はその WhatsApp からローズ何個かピックアップします。その本当にできることを楽しみかなと思います。さて、今回の WhatsApp はですね、ちょっとサイドオーダー特集といいますか、サイドオーダーで売らせた何個かありますんで、それちょっと試しておこうかなと思います。さて、まずはサイドオーダーのエントランスにやってまいりました。サイドオーダーまさかの場所。先に言いますが、くだらないんで文句言わないでください。入って右側のライトめがけて飛び込みます。乗れます。はい。おまけ、あらかじめハッキングで死んだら高くジャンプをオンにして、インクレールの近くの高台に乗って角に立ってイカジャンプ。滑空して一番奥の柱の近くで水没、ジャンプ、滑空、着地で遠くの変なところにも乗れます。そしてなんと運営も想定しておる戻れるようになっている新設設計。結果乗れます。過去それだけ。はあ、よくわからないですけれども。入って右側のライトめがけて飛び込みますってどういうこと？ライトあ、これ？あ、これか。うん。これ乗れるってこと？ほんまやこれ乗れるんや。へえ、知らんかった。こっち側にはない？あ、こっち側にもあるやん。あ、乗れるやん。あ、そうなんや。ああ。確かに、くだらんわ。うん、とてもくだらんわ。で、あらかじめハッキングで死んだら高くジャンプをオンにして、あ、それしてあります。これね、水没した瞬間にこれジャンプするってやつやな。で、これ右側やんな。インクレール近くの高台に乗って、この辺かな？この辺に乗って、角に立って、イカジャンプして、滑空して一番奥の柱の近くで水没。はあ。一番奥の柱の近く。あ！あの奥のやつか。あの奥、ちょっと茶色いこれ足場、乗れるとかありそうやな。あそこまで行くってこと？こういうこと？あ、で、これ届かんから、あー、なるほどね。これで、あ、来れるってことや。あ、ほんでこれベルトコンベヤーあるから、これ戻れるよってこと？なるほどね。はー、こんなとこ来れるんや。知らんかったわ。で、これコンベヤー乗ったら、こうやって戻れるよと。なるほどね。想定してあるんや。はあ。いや、これさ、コンベヤー使わなくても戻れんじゃん。はい。はい。で、これジャンプぴょんいって、ぴょんいって、あ、戻れた。ギリギリやった。え、この白いとか乗れへんのこれ。あ、これは無理やわ。あ、やばい。あー、ダメや。さて、お次もエントランスにやってまいりました。サイドオーダーのすごい小ネタ。1、ラスボスのイベント戦に行ってください。ああ、ありましたね。一番最初だけなんかありましたわ。クリア済みの人はエントランスのエレベーター手前右側にある箱に行き、色にありふれた戦いを思い出すと押してください。はあ。あ、思い出す系でこれもう一回できるんや。知らんかったわ。2、すべてのカラーチップを取って、ポーズからのパレットを押してください。3、パレットを開いたら上から4列ありますが、カラーチップを左上から右に1つずつ押し、右端に来たら2列目に行って右から左に、3列目で来たら左から右にのように順番にカラーチップを押していく。するとフルスロットルテンタクルのサビの演奏が聴ける。はあ、すごいやん。結果 X でひろきちさんが見つけたんやで。すごいやん、ひろきちさん。ほんでこれ、フロアに入ったら、エレベーター手前右側にある箱。エレベーター手前右側。これ色にありふれた戦いを思い出す。あ、これか。あ、これでイベント戦、なんか大量にチップが手に入るやつやんな。あれがもう一回できるってことな。知らんかったわ。あ、ほんまや。できるやん。すごい。これね、やたらとチップが手に入んのよな。確か。そう、パレットが空っぽになってんねんけど、これ、ちょっとずつね、バーっと集まってくんのよ。うん。はい。あ、ほら、もうチップはほら、足の中入ってんもん。へー、こんなんやったっけ？もう、あんま覚えてないわ。1回しかやってないから。あ、戻ってきた。ちょっと待って。これ、あ、違う。あ、これで、あれや、プラス押してからこれパレットや。あー、これ戻ってんのね。オッケー。全部のパレットこれで取り戻そうよ。すごい人速いものすごい足速い。ほらすごいわ。はい。ほんなら2個目のパレットちゃうわ。2個目のカラーチップ、ほら。はい。これ何ですか？あ、ラッキーのチップやって。あ、すごいアイテム出るわ。はい、これ割りました。ほんならこれは何のチップ？あ、ドローンのチップやって。ああ、もうラッキョウもすごい、アイテムすごい、アイテムすごいことやってるこれあ、すごい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 、こんなんやっけ、こんなとんでもないことになってるこれ。こうなってる。あ、これ全部集まった、全部集まったんじゃんこれ。あ、全部集まってるやん。ほんで上から4列あります。あ、これか。あ、これでこれ、あー、音がなんねやこれ、ボタンを押すと。でこれを順番に押していくとあかん、原曲が全然わからん。あ、ちょっと待って。で、んでんででででんでんででででんってこと？あー、はい。あ、すげえ！てんててててんてんててててんてんててててんててんててんってこと？あ、ごめん、歌下手でごめん。ちょっとね、これちょっと難しい難しい。ああ、もうちょっとなんか上入っちゃうわ。ちょっと、この辺余ってるよね、音。正直余ってへん？なあ。ほら、最後5つぐらい絶対いらんやんな、これ。なるほどね。すごいや。これ順番に教えたら曲になんねんて。へえ、すごいや。おもろ。え、これさ、このあれしか無理なのかな、その、なんやろ、普通のやつで、パレットマックスにとってもこれできへんのかな。あー、すごいすごいすごい。あー、ビーム、あー、こんなんやったわ。あー、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 いいですいいです、もう。さて、お次もエントランスにやってまいりました。サイドオーダーエントランス裏に行く方法。たまたま見つけたので書きます。もう他の人が見つけてるかもしれません。反対側にもありますが、左の方がやりやすいと思うので、左のやり方を書きます。ちなみにバグではありません。1、サイドオーダーの塔のエントランスに入る。2、入り口から見て左側にあるベルトコンベア的なやつで上に飛ぶ。3、飛んで一番高いところまで来たら、姫ドローンで一番左奥の柱に行く。結果、エントランスのエレベーターの裏など普段見れないところが見れる。入って左側にあるベルトコンベア。あ、これ逆側にもあんの？右側だけじゃないんや。あ、これ？これで飛んで、あ、こっちは、これベルトコンベヤで飛んで、これ食らうことなくここまでいけるんや。はあ、なるほどね。で、ここにもあると。あ、やっぱそうやんな。あ、そうなんや。こっちは、そのなんかダメージ受けることなくいけると。はあ、こんなのが用意してあると。こういうの好きやね、任天堂。ええやん、ええやん。そうなんや。まあまあ、けど、こっちも別に食らっていけるっしょ。うん、いけるいけるいける。全然いけるわ。エントランスのエレベーターの裏など普段見えないところが見える。あ、確かにそうやな。あそこやんな、これエレベーターで、その裏側って多分こっちやんな。うん、まあ見える、見えるのかっていう話だけど。あ、まあそうやな。まあこっからこうやっていけば見えるな。なるほどね、確かに。いや、面白いね。なんかね、WhatsAppのこう本領発揮というか、やっぱ新しいコンテンツが来たらね、やっぱWhatsAppもいいネタが揃いますね。ほな次行きましょう。さてお次はハイカラスペアでやってまいりました。超簡単にアミーボの箱に入る方法。過去やばい。サイドオーダーをクリアしてハイカラスクエアに行ってください。1、アミーボの箱があるので、その真横左側に人がいるのを確認。2、いなかったらロビーに行ったりして更新。3、1のイカタコと箱の間にイカ状態で入り前後。結果、自分がアミーボになれる裏技がめっちゃ簡単になったやつ。あー、なるほどね。アミーボの箱の中に入れるんや。すごいやん。あ、左側に人いはるわ。あ、ほんであれや。なんか、あったんよ。昔ね、ハイカラシティかな、どっかで、武器地ドローンを使って、こうなんか動くキャラをはめ込んで、その動くキャラとなんとかしてアミーボの箱とこう、なんやかんやしてアミーボの箱の中に入るってやつめっちゃ大変やったんよ。で、それがめっちゃ簡単や言うてます。ほんで今回ね、サイドオーダーちゃうやんと。サイドオーダー特集出てるのにサイドオーダーちゃうよって話だけど、まあこれサイドオーダー関連やもん、ハイからスクエアをね。まあ、ハイからスクエアこれハイサイドオーダー関連ということでやっていきましょう。でこの人とこうやってやったらこうアミオのはえ嘘や簡単って騒ぎじゃないよ、もうとんでもないことになってるよこれ。すごいやん。ああ出ちゃった。まあけどこれ簡単入れるよねこれ。すぐにほら簡単どころの騒ぎじゃないやんこれ。でこれなんか確かイカ状態になってうまいことやればカメラ起動できるんだよな。あこっちは無理なんか。あー無理なんかも。あーそうね、これなんか向こうも難しかったよな確かまあいいや、めっちゃ簡単に入れるわ。すごいすごい。あちょっと今回あれやけど先マジで1億あほらもう入れたこれガチですごい、誰でもできるわこれは。すごいなんか今までのこれスプラトゥーン3の裏技の中で最も簡単かつ裏技っぽい裏技やな。これはすごいわ。ちょっと感動したプロ技っぱとして。さてお次は秩序の街にやってまいりました。姫ドローンの小ネタ丸2、丸1どこいや、丸1もね、ないかなと思ってワザップ上探したけどね、丸1なかったよな。2からです、これ。秩序の街で8をぐるぐる回転させすると、はあ、ここでこうぐるぐるぐるって回転させるってこと、はあ、おどうしたあ、姫ドローンが回るんや。お、すごい。もっと回しちゃおう、あ、すごいめっちゃ回るやん。すげえ知らんかった。いやなんかポケモンでこんなんあったけどな。これなんか回ってたらなんかそのキャラクターがこうちょっとダンスして回るみたいなあったけど、へえこんなんあんねんな。でほんで今回これだけじゃなくてもう一個あります。姫ドローンの小ネタ3、ハチを放置、結果姫ドローンがオッケーオッケーオッケー、ハチ放置してみよう。いやサイドオーダー面白いね。うんこれね動画もねこれ撮んの楽しくてもうめちゃくちゃやっちゃうね。うんパレットも一応全部クリアしたし、一番最後のやつめっちゃ難しかったけどね、頑張ってクリアしました。うんほんでどうなんの、ハチを放置すると姫ドローンがおんあ寝たねんあ寝た寝たわ。なんか小鮭とかもこういうのあったよね、ちょっと寝るみたいな。いやいいね。まあいろいろ小ネタ任天堂入れてやってすごいわ。ちゅうことでまたなんか裏技ありましたらやろうかな思います。あ引かだちょ姫だろああ新しい技発見した、投稿しとこう